はいはい、どうもどうも、シャチクです。本日も、飛び出せ、動物の森をやっていきたいと思います。てかさ、みんな聞いてくれ。ボスの紅茶オレって知ってる？まあ、牛乳で薄めるやつなんだけど、あれね、めちゃくちゃうまい。そして今日は節分ですね。ささやかな記念品を用意してますので、よかったら、取りにいらしてくださいね。あ、そうな。まあ、たまたま節分か。いやー、だけどそんなことよりさ、今紅茶オレ横で飲んでんだよね。これマジでうまい。あ、やばい、これうますぎる。ぜひね、紅茶好きの方は飲んでみてはどうでしょうか。てか待って、何これ。あ、リセットさんか。なんか家の中入れないなと思ったら、毎度わしですけど今日はどうしときましょう。待って、何これ。また、身に覚えがない。身に覚えがないのか。ちょっとわしにも分かりかねるんですけど、えらいすんませんでした。ほな、これにて失礼します。ああ帰っちゃった。ちょ待って、なんで、俺さ、確かにゲーム終了ボタン押したはずなんだけど、またリセットさん出てきたな。やべえ、何回連続でリセットさん呼び出すんだよっていう感じで、なんかね、ちょっとリセットさんを呼び出してしまって大変申し訳ないです。はい、まあそういったところでね、紅茶オレを飲んで今日はやっていきたいと思うんですけど、いや本当にね、紅茶オレうますぎるよ。最初そんなに美味しくないかなと思ってずっと買わなかったんだよね。ただこの間ね、まあ、たまたま目について、まあ、まずくてもいいし、とりあえず安いから買ってみるかと思って買ってみたんだけど、実際飲んだらめっちゃうまかったっていう。いやだからね、ぜひ紅茶好きの皆さんは飲んでみてはどうでしょうかと。まあ、割とね、これ飲んだことない人多いんじゃないかなと思ってて、割とマイナーなんですよね。あ、ちなみにね、今日はたくみさんを呼び出して遊んでいきたいと思います。みんなたくみさんって知ってる？これたくみちゃんか。たくみちゃん、まあ、このキャラも結構マイナーだからね、あんまり飛び盛りで活躍する機会がないんだけど、まあ、たぬきちとか豆粒とかそこら辺と比較するとね、しずえさんとかだけど、まあね、この子俺さあんまり知らないから、今日はねこの子のことを知っていければなと思います。いやー、せっかくね、やっぱ飛び盛りをやっているので、まあ、こういったね、細かいキャラクターの日常であったりとか、まあ、性格であったりとか、まあ、そういったね、裏側を知ることもね、やっぱゲームの楽しみですよね。はい、ということで、呼び出したので、行きましょうか。さあ、行くとするか。ちなみにさ、たくみちゃんっていつもどこで働いてるんだっけ？たぬきち不動産だっけ？ちょっと行ってみるか、たぬきち不動産。いや全然ね、たぬきち不動産行かないからな。まあ、ローン返済する前は頻繁に行ってたんだけど、ローン完済してからさ、正直行く用事ないよね。実際問題さ、あ、違う、たぬき不動産じゃないわ。たぬきハウジングだった。はい、たぬきハウジングに入っていきたいと思いますね。さあ、たぬきハウジングに着きました。いつもたくみちゃんってどこにいるんだ？あれ、ここいないのか？なんかここら辺で突っ立ってるのかなと思ってたんだけど、そうじゃないみたいですね。こんにちは。ようこそ、ハッピーホームアカデミーへ。現在、室内のインテリアを対象とした評価サービスを行っておりますと。ああ、これか。いいや、いいや、いいや。本間さん、お疲れ様です。なんか常にいるよね、ここ。まあいいや、とりあえずやっていきましょうか。いや、本間さんもさ、割と顔と名前はインパクトあるんだけど、はい、ニセトロ復活しました。ちょ、待って。ニセトロマジで切れすぎじゃない？俺本当にさ、何もしてなくて、ただ単純にゲームしてるだけなんだよね、これ。けど気づいたら突然切れるからな。本当にこれどうにかしてほしいよな、ニセトロ。まあまあまあ、外部機器だから仕方ないっちゃ仕方ないんだけど、まあそれにしてもさ、ひどいよねっていう。ちょっとなんか、ね、体を動かしただけで切れますからね。なんかもうさ、ニセトロしながらゲームすると、腹筋使うもん。腹筋で踏ん張りながらゲームをするみたいな。もはや何のゲームだよっていうね。村長、今日は節分ですよ。節分を盛り上げる鬼のお面を用意してありますので。村長も一つどうぞ。あ、なんか、去年もやった気がする。いや、いいわ。あ、どっちか選ばないといけないのか。はい、赤。あ、ありがとう、しずえさん。待って。なんか今、噛みかけたわ。村の皆さんがお兄さんが現れるのを楽しみにしてるみたいなんですよ。よし、やっていきましょうか。さあ、たくみさん？たくみさんですよね。
なんかちょっとお顔がなんかね、まあ、いや、なんでもないっす。こんにちは、お邪魔します。この村とってもいいところね。いえいえ、こちらこそ。いや、なんかパーツが足りない気がするけど、大丈夫ですかね、これ。なんかのび太のメガネがないバージョンみたいな感じになってんだけど。せっかく自然の中にいるんだもん。私もすっぴんの自然体でリラックスしてるんだ。なるほどね。いつもは化粧バリバリしてるってことか。なるほど、さすがレディですね。今日はすっぴんって、なんか逆に外出するからこそね、化粧バッチリするんじゃないかなと思ってたんだけど、逆なんだね。キャンプだからもうすっぴんでいいやみたいな。まあ、ね、キャンプってさ、外で遊ぶイメージがあって割と汗かくと思うんだよね。そう考えると、まああながち間違いではないのかもしれない。私ね、いろんな資格を取るのが趣味なんだ。そうなんだ。今狙ってるのはカーテンウォール施工技能士2級。なんだそれ。カーテンウォール、まあおそらくカーテンを取り付けたりとか、なんかそういう感じですかね。まあ施工って書いてあるからね。まあとりあえずなんか技術的な資格を取る予定なんですね。いや、なんかすごいね。しかも図面もこれ作ったのが自分で。ね、なんかキャンピングカーの中までこういうなんか仕事の道具まで持ってくるってめちゃくちゃ意識高いね、ほんと。ね。で、こちらの服は普段使っている服かな。で、これがプライベートの服と。最近毎日働き詰めだったから、今日は久々のお休みなんだ。マジか、俺に感謝してくれよ、俺に。俺が呼び出してやったんだから。いや、感謝してほしいわ。優秀な新人さんが入ったおかげで、やっと休むチャンスができたの。ほんまに？いや、優秀って、まさか、ゆうたろうのこと言ってんの？いや、あいつは優秀じゃないぞ。少なくとも。少なくともさ、優秀ではないから、反応に困るんだけど、これ。ね。優秀ではないよね。ゆうたろう、まさかのみたいな。私、普段はハッピーホームアカデミーで働いてるの。この村に本間さんって人来てない？本間さん、私のおじさんなんだ。そうなんだ。おじさんっていうことは、たくみちゃんは甥に当たるわけかな？そうだったんだ。まあ、確かに、顔は似てるよね。まあ、顔ってか、まあ、雰囲気も似てるしね。せっかく自然の中にいるんだもん。私もすっぴんの自然体でリラックスしてるんだ。さっき聞いたね、これ。これでもう終わりかな？会話は。まあ、多分これで終わりですね。っていうことで出ましょうか。お疲れ様でした。あ、待ってちょっと待ってよ。なんか今さ、 DS なかった？ DS あったかな。純粋にさ、 DS あるんだった。また切れている。ちょ、待って、やばいって。ニセトロ切れすぎじゃない？お前さ、切れすぎなんだよ、ニセトロ。さあ、家具を、お、ニュースリー DSLLHHD。マジでこれ、すごそう。え、これ発注しようぜ。オーダーする。やったー、やったぜ。ここに来てゲットしていく。ついでに Wii U も手に入れよう。これでいっか。赤ジャージ、アカデミーの服レディース、香水ボトル。あ、なんかいろいろあるね。セイズ台。あ、そうなん。セイズ台。なるほどね。よし。ついでに隣の、キャンピングカーも見てみるか。さあ、隣のキャンピングカーも見てみましょうと。今回誰が来てるんだろう。あ、これはまさか。ジョニーじゃないこれ。なんかパッと見た感じジョニーに見えたけど。あ、やっぱり。え、待って、ツルピカイアン大丈夫？頭。はーい、お邪魔しています。ここのキャンプサイトは、とってもゴージャスですね。素晴らしいです。ああ、ありがとうね。褒めてくれて。車は船と違って遭難する心配がないから安心ですね。いや、逆にさ、聞いていいか、車運転できんの？ジョニー、そもそも車を持ってたのかっていうね、問題があるんだけど。何、どうする森でさ、キャンピングカーって流行ってるわけ？みんな持ってんの？まあ駐車場とか車とかさ、どう森生活で見たことないからわからないんだけど、
まあ、みんな村以外にも、まあ、別荘とか、ね、家とかがあるんかなっていうことは。渋滞でトイレに行けなかった時は自分の冷や汗で溺れそうになりました。いや汚ねえよ、やめろよそれてか渋滞があるっていうことはこの森の周りは割と都会なのかな。船室よりもキャンピングカーの方がゆったりできますね。まあ船室が具体的にどれぐらい広いかわからないけどね。何しろ私は船の中では3段ベッドに寝ていますから。え、マジでどんだけ船員いるんだよ。そうなんだ。はい、まあそういったところでね、本日の動画はこの辺りで終わっていきたいと思います。まだチャンネル登録お済みでない方がおられましたら、ぜひこの機会にチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。